皆さんこんにちは。本日はリュウちゃんと、神戸空港を上がって岩国基地までの競争したいと思います。で、相手は A320 です。そうやね、A320 だいぶハンデが必要だね。そうですね、だからハンデ必要なんで、リュウちゃんが離陸して10分後にこちらが離陸して、どのあたりで追い抜くかっていうのを検証していきたいと思います。では、よろしいでしょうか。はい、私は準備 OK です。じゃあ僕はなるべく初めの10分間はドローンで追いかけるんで。お、了解。頑張ってドローンで追いかけてみます。都内からひたすら飛び続けるってことか。あ、了解。はい、はい、じゃあ行きましょうか。はい、了解。のスタートレディーな、OK。結構、なんとか SRS ランウェイを指す。僕のドローンで見ると、リュウちゃんの機体は黄色です。かっこ悪なんてね。だって香港。ああ、香港行かない。香港行かないで、こう、ああ、置いてかれる。置いてかれる。わあ、追い抜いた。追い抜いちゃった。追い抜けるのがすごいな、ドローンで。あかん、置いてかれた。あかん、動かなくなった。ドローンが動かなくなった。動かなくなった。あ、動き出したよ。スピード、はい。おお、なんかレブ減速しちゃった。なんかパワーをえらい絞りまくるな。ほんと、こんなスピードで負ける。いけ、セレクトして。これいいドローンの練習になるわ。そう、これ飛行機に合わせてチェック。ちょっとやろ。オッケー、300、サージャまで加速したろ。オッケー、明石海峡大橋。はい、で、なんかクライムブルーのままやから。なんか、ちゃんとレベルオフしてくれるか心配だけど。大丈夫か。おお、こっちはついてくんで一生懸命です。おー、すごい、でもすごいぞ、これいけてるぞ、まあまあ。オッケー。バグは出てないけど、一応330で。330? うん。今2分経過。はい。モードはよく分かんない状態やけど。一応こうだとか。もう最悪マニュアルで。大橋海峡大橋、見えてきました、大橋と、はい、あと、明石から西明石の方にかけてグランドキャニオンになってる。ボコボコなってるね。スマの海岸はめちゃ綺麗に見えるんだけど。早く急げ、神戸からだいぶ離れた。いやついてってるよ。俺フォーメーション完璧、フォーメーション完璧。ドローンフォーメーション。ドローンフォーメーションみたいな。めっちゃ今クローズポジションについてるよ。さすが。もしかして15より操縦しやすいんだろう。これ15より操縦はね、しやすいね。正直しやすいね。この小豆島の感じすごいよね。すごいね。このさ、小豆島削られてるとこあるやん。やばい。ある。うん。これなんでか知ってる？知らん。これ大阪城の石垣作るために削られた。そうなの？で、なんか聞いた。嘘やったらすいません。あ、でもそういうのあるよね。そう。なんかね、静岡にもあるもんね、こういうの。ああ、そうなんや。うん。石がなんか有名らしいね。
ああそうなんや。そう、醤油とオリーブと石が有名らしいよ。あとビッグダディじゃん、ビッグダディ。え、小豆島？うん、小豆島ビッグダディらしいよ。サンちゃん言った、サンちゃん言っとった。サンちゃんの情報。いや、その後ね。ゴシップやん。いや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 、それがね、うん、その後ね、あの、うん、ネットで調べたらね、うん、本当にビッグダディいたらしいよ、小豆島に。嘘、小豆島なんだ。小豆島、小豆島。ビッグダディの娘、今プロレスラーやけどな。そうなんや。そうそう、そうだ。すごいな。あのね、芸能情報どんだけ詳しいの。小豆島、危ない危ない、もう10分経ってんじゃないの。ちょっと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 、お、あ、9分42秒。お、いいね。おー、間もなくです。オッケー、ダイレクト岩国かけたったから。オッケーオッケー、マックスで飛ばしといて、いっから。じゃあ戻ります。いけいけ。 OK、 戻ってきました。お、じゃあ行きまーす。はい、テイクオフ。危ねえなもう上がったか。まだ小豆島しか見てないんやけど。やばいやばい、今の間にエアボンギアプロファー。いけ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 。あ、やばい。うぅー、ドロップじゃない。手に2500フィート。やばい、なんか飛んでる雰囲気丸出しな。どこで合流しますか。さあ、まだ見えへんやろ、多少の島すぎて。ここで浮きすために高度を上げないで。 OK。 パスはなるべく小さめで。まだ全然見えない。ああ、全然やな。ちょっとね。まだまだそれはもう、それはね、さすがにね。ねえ。うん。今ちょうど、なんていうの、小豆島の壁になってる。ああ。時間が見る方向がね。うん、わかんない。今、明石の上、明石大橋の上。明石大橋の上。うわ、なんか、そこみたいなのが。え？あ、違うわ。あの、画面についた、ほこりや。画面が汚いんだけど。よし。あ、瀬戸大橋、瀬戸大橋じゃない。瀬戸大橋見えてきた。瀬戸大橋見えた？うん。ああ、もう瀬戸大橋。あ、瀬戸大橋か。早いな。さすがに。いけ。さすがに時間かかるよ。いくらなんでもね。岡山、サンちゃんも早く参加してほしいね。ねえ、サンちゃんもね。サンちゃんまた、B 国に行ってるんじゃない。今 B 国で今、あれだと待機しようからな。そうやろ。また傭兵してんじゃん。傭兵してる。200円稼ぐために。サンちゃん面白いことやってるからな。なんとなく瀬戸橋見てきたの。いや、やっぱりいい勝負かな。うん、いい勝負だね。だって300だもんね。300まで20分ぐらいつくもんね。そう、こっち330までな。あ、じゃあ340まで出してるから。ああ、それちょっと早いな。それ早いな。お、いいねいいね。わ、やばい。お、父ちゃんなんかちょっと見えてきてんだよ。え、まだ小豆島よ。いやいや、もうなんかコード表示とネームプレート表示が出てるよ。イーグル。イーグル出たやん。やばいやばい。出た。だんだんよく来てる。倉敷の上 F15 でこのコードで飛んだらニュースになるな。だいぶなるな。ああ、ちょうど真ん中だね。あ、ほんと。うん。まだもうちょっと行けんな。行けるな。そっちどこらへん今。今ね、広島越えたところ。あ、広島越えたんか。うん、今から、あの、男塾周辺。男塾周辺行く。いや、それはさすがに無理かな。ちょっともう、ちょっと厳しい可能性が高い。うん、まあでも、着陸の時にね、どこまで攻め込めるかが勝負。そうだね。あの、高級なね、
そう、超高級な船ね。うん。あれ乗ってみたいね。乗ってみたいな、あれな。うん。めっちゃ高い。だって1泊40万ぐらいするから。無理。そう。もう不可能です。もう不可能。1万%無理。ねえ。40万。え、クレイジーじゃん。マジでそんな感じ、感じすんだな。らしい。お、なんか空港見えてきたよ。あ、マジで？そう。お、お、空港じゃないぞ、これ。空港じゃないぞ。あ、やばいやばいやばい。でももう、俺もジョーちゃんのラブライトが見え始めた。やべえやべえ。空港のライトだと思ったら、あらららら。あー、来た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 。やばいやばいやばい。やっぱ早いやん。やべえ、あ、抜かれる。シュパーン。抜かれた。はいえ。10分差つけてんのに。空港だと思ってた。やばい、一瞬で見えようになってきた。よっしゃ。もうこれ買ったということで、フォーメーションつきに行こう。そっちにフォーメーションつきに行こう。ああ、いいよ。ブレイクした、ブレイクした。さあ、ジョーちゃんが入ってきます。なるほどね。しまなみ海道で抜かれたってことかも。そうやな。ああ、男塾の手前で抜かれてもたわ。やっぱ早いね。勝てるかな思ったけどな。うん。いや、抜けんかなと思ったけどね。ねえ。あ、抜けたわ。あー、見た見た。やっとに。じゃ、ちょっと、ヘッド倒して。はいはい。ダイレクトヘッドですね。うん。早くから。やば、大丈夫かな。OK。はい。じゃあ。マイル。はい。もうちょっとしたらまた減速するね、さらに。はいはい。今車で来た。やっと来たね。やっと来たね。お、すげえ、ついてるついてる、ジョーちゃん。ついたついた。かっこいいかっこいい。やっと、やっと、やっと、追いついた。さすが。まともに。もう男塾も通り過ぎたからな。うん。ね、岩国空港も、見えてます。はーい。じゃあ、さらに減速するね。はーい。200まで減速しちゃった。はい、よかった。1500も下ろしながら。うん。ペーパー落ちてなかった。ペーパー落ちてきた。ちょっと降りんねん。ここで降りへんから。おうおう。マニュアルで飛ばすね。はい。パイロット。回ってきまーす。はい。ちょっとだけ減速してる。うん。はい、ギアだ。おー、ギアだーん。
プリーズ。はい、フラップ、ランディングフラップ。はーい。ラップス、ランディングフラップ。スポイラーとか忘れてるけど、まあいいや。このまま終わりちゃうね。はい。ちょっと速度厳しいんで、一回ゴーランドしまーす。はい。あ、そっかそっか、遅いもんな。うん。あ、降りれるかな、行けるかな、ちょっと厳しいかな。降りれるかな、はい、あ、降りれる降りれる、いけるいける、はい、うわ、このまま行くわ。はい、後ろ行くね。はい、サンキュー、わかりまーす。リセッチブレーキ、お、クリア。お、はい、キャッチ。あれ、はい、行きます。ファインディアのブレーキ。いや、意外とフォーメーションもできたし、よかった。おー、いいね。うん。黄色いやつ3人ある。エンド付近で出まーす。はーい。おー、かっこいい、かっこいい。OK、バッキンブレッジ、はい、はい、どうもありがとうございました。というわけで結局、しまなみ海道、そうやね、そこで追いつきました。やっぱり早い、やっぱり早いな。今度はまた、うん、別のルートでもまたやりましょう。はい、今度はまた、ありがとうございました。